はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はファンパイなんですけども、今日はですね、無限回廊で遊んでいくんですけども、なんかね、前の9月20日のアップデートで、無限回廊にもテコ入れ入りまして、他の人がクリアした編成を見ることができる機能が追加されました。これいいよね。あの戦略参考になるんで、なかなかいいアップデートちゃうかなと思うんですけども、まあここのあの右上のところですね、あの他の人が見れるようになったんですが、僕は思いました。はい、僕も乗りたいと。というわけで、ファンパレ内にマルトラの名を刻もう計画、始まってまいりました。はい、マルトラで埋め尽くしていこうかなと思うんですけども、単純に僕も名前が乗りたいっていう、これですわ。はい、ガキンチョの考えなんですけども、これってさ、どういう基準で名前乗ってるんやろ。編成簡単な人が乗ってるんか、はたまた最近クリアした人が乗ってるんか、ちょっとわからへんねんけど、ただこれすごいやんな。ほんまにこと細かく、キャラのさ、育成状況とかも見られるからさ、逆にちょっと恥ずかしいんですけども。まあ、というわけで今日は、名を刻んでいく。だから今日ちょっと、何個か無限回路をやるから、皆さんさ、これからコメントくれ、この動画に。まあ、マルトラ今日、見たでっていう。何回層でマルトラ今日見たでっていうのを、この動画のコメント欄に、お願いしたいなと思うんですけども。今日中に一人ぐらい、僕の名前を見てくれる人がいたら嬉しいな。多分ランダムかな、わからへんねんけど。まあ、とりあえずやっていくんですが。まずは40階層ですね。40階層はどういう方たち？あ、5ターンクリア。5ターン、7ターン、6ターン、22ターン。なるほど。まあ、低ターンでサクって勝つ方が乗りやすいんかな。じゃあ、僕は、4ターンクリアでもしましょうかね。パーティーはですね、パーティーこれでね、多分いけると思うんですよ。4ターンクリア。7ミンでバフしつつ、消化一新で、ギュン上げしていきまして、GG で火ダメージアップ。積みながら、これ別に7ミンじゃなくてもええかな、別に。まあ、ええか。これ戻れない青い春？青春で、さらに味方全体の必殺技上昇量アップ、持ってまして、さらに塾長で、必殺技上昇で、五条先生でも必殺技上昇。このムーブ、これギョンギョンにやってって、もう最速で必殺発動したら、多分ね、4ターンクリアいけると思うね。4ターンクリアはさっき見てる限りいなかったんで、誰も。これはちょっと偉業を成し遂げれるんじゃないかなと思うんで、はい、まあ、頑張ってんけども、もう真ん中のふんかわちゃんしか狙いません。まあ、ふんかわちゃん以外どうでもいいんで。あ、もうクソ。ほんでもって五条先生でビューンやっといて、んで、この全員の術式ヒダメージアップを積んでくれたら、なんかいけそうな感じすんねんけど、これいけるやんな。いける？これ僕の計算的にいけるんですけども、これなんでそんなことなんねん、なんでそんなことなんねんいう話で。はい、次塾長と、五条先生連携打って勝ちっていう、なになになんでそんな1万も入んの、このステージ。なんで雑魚の攻撃が1万も入んねん。土地狂っとるやんけ。これは4ターンで勝ったらさすがに乗るくない？ここ。4ターン勝ちはさっき誰もいなかったんでね。ただただ盤面リセマラこっからしていくだけなんですけども、はい、放り込んでいきまして、はいと、全員に火ダメージアップ積んでほしい。そのムーブやったらもう、ギュンギュンに上がるんで、頼んますわ。ギュン上がりしてくれ。それそれそれ。違う。ほんで、こいつらの必殺技も、まあ、かなりなもんが入りますんでね。全員、ギュン上げしてくれたら、このターンに塾長は発動できんねん、ワンチャン。ギュン上げ。それ、もう一回来た。はい、塾長、塾長が来ましたんで、
これは塾長を発して次五条先生発動したら多分勝てると思うねんけど、どうやろ。はい、キャッシー放り込んでいきまして、はい、とめちゃめちゃ入るんだダメージ。ナナミンワンちゃん、なるほど。これでどうでしょうかね。五条先生掘り込んでいけるかな。まだ無理か。ナナミンと連携打てたら多分勝ってたと。あらら、あ、全然無理や全然無理や。あ、そうですか、そうですか、なるほどなるほど。じゃったらここ変えましょう。ここ結城さんにして、はい、結城さんでバフ積んでいくムーブ、ナナミンじゃなくて結城さんの方がいいという判断のもと、これで。ただね、僕の計算上なんかいけるんですよね、このパーティーでなんとか頑張ったら。なかなか噛み合わんと無理なんですけども。いや、マジで全員の火ダメージアップ来てくれ、全員火ダメージアップ来てくれたら嬉しいんですけども、頼んますわ。あ、違うわ、全然違うわ。もうこの時点で塾長無理じゃね。一人ぐらい積んでくれたらな、よかったのに。あ、ほんで、こんなむずいの。やっぱり名を刻むのはそれ相応な努力をした人だけですね。うん、坂本龍馬とか徳川家康とか僕らが知ってるあんな教科書に載る人らはこんなもう血を飲むような努力をしてたんでしょうね。当時感慨深いもんがありますわ。はい、それはね、そんな楽してな刻めるわけないわ。僕も頑張っていかなあかんわ。ものの2、3回でできると思ったんですけども、そんなことないな絶対に。まあ、これ完全運ゲーなんですけども、努力関係ない。それ素晴らしい、あ、素晴らしい素晴らしい、神様がご降臨されました。それなんだよ、それなんだよ。このターンもギョンギョンにやってくれたら嬉しいねんけどな。頼むわ、素晴らしい、もう一回、神。ただこれは結城さんがなんでジジイ死んだ、ジジイ死んだらこれ無理ちゃう。一人でも死んだら多分これ無理じゃないか。神、それはさっきのターンにやってくれ、頼むから。これでいかほどかっていうお話なんですけども、これジジイで火ダメージアップ詰めてたらいけてるんちゃうなあ。絶対そうやで、これ、これ絶対そう、あ、絶対そうやわこれワンチャン、ワンチャン塾長の呪力技で無理か、これさすがに無理かなあ、ワンチャン。あー、これジジイジジイ生きてたらいけてましたわ。うーわ、惜しい。ただこの努力の末名を刻むことにたどり着くことができますんで、いや、頑張る、頑張ります。皆さんの思いも背負ってるんで、僕は頑張らせていただきます。音掘り込んで目球、一人でも死んだらあかんのか、きついな。やっぱり雑魚の攻撃が1万入んのきつすぎる。やっぱり全体入らへんかったらこれ無理やな。だってジジイ2発で死ぬもん、あるまじきやで、そんなもん。あ、素晴らしい、違う、素晴らしい。だって結城さんがやばい、結城さんがやばい。ほんま全体来てくれ、全体。あ、ここまで難しいの、このダンジョン。てかここまで頑張ってな刻めへんかったらどうしよう。まだ努力が足りんというんか。4ターンでは3ターンで肩が何かあるのか。3ターンは理論上無理なんですよ。今も物理的に無理やねん。3ターンは運ゲーとかではなく確率 0% なんですよ。1もないんで、もう 0.1 もないんで、4ターンが最速やねん。40回走、さっきの見てる限り全員生きたらいけんねん。頼む、やらしてくれ、素晴らしい。
もう一回、神神神、これ神、これ神やったんちゃう、これこれワンチャン神やったっぽいぞ。いや行ってほしいな、これ攻撃するんやったらマジで五条先生、これ全体素晴らしい。うわ神様や、神様仏様や。これはこれ結城さん発動しましょう。結城さん発動して、2人で連携掘り込んで開始掘り込んで、これジジイが生きたら、ジジイが生きたら多分いけるわこれ。でも結城さん死んでもいい、結城さん死んでもいいんで、結城さんが死ぬんやったら何でもええ。ジジイ生きてくれへんかな、てかも全員生きてほしいけども頼むわ。うんい、うん神、うわいった、うーわ天文学的現象引きましたこれ。ジジイは必殺技は発動せずに、これいったくない、これいったやろ4ターン。どうこれでいかへんかったらちょっとクリティカルとかの運ゲーをまた望まなダメなんですけども、いや行くと思うねんけどな。あ余裕よっしゃオッケー、無事4ターンクリアしました。皆さんちょっと40階層今日貼っといて、みんな1時間おきぐらいに見といて、うん、何時何分にマルトラ発見というコメントを待ってますわ、お願いしたい。じゃあお次どこ行く、お次45とかもね、45とかどんな感じ、あ40ターンクリアとかしてんの、すごっ、このダンジョン、うわ40ターンクリアとかしてんの、うわこれは猛者ですね、これは到底真似できませんわ。じゃあ43とかどうでしょうか、ここ43は12ターン、17ターン、9ターン、10ターン、5ターン、ここも5ターンいけんの、マジここの5ターンクリアはすごいな。じゃあ僕も5ターンクリア目指しましょうかね、それやったら人がやってるならば僕もやらなければならない、そう思います。五条先生掘り込んで、こんな感じでさっきもいけたからな、今回もこれでいけへんかな。さすがに火力が足りひんか、このパーティーはさすがに火力足りんか。五条先生、うんさすがに無理か。ここ塾長か、ここ塾長でこんな感じでどうや。でもこうなったらゲイちゃんは必殺発動しないんでこれでいい。消化一新とかもいらんか。でもワンチャンやからさ、ちょっと最速目指してみる。まあどんな感じか、どんな感じか。さすがに5ターンの人がおったら僕も4ターンやりたいで。相手の HP なんぼ、ここ相手の HP 790万、さっきより多いんか。さっきより多いのはちょっと知らんな。さっきより多いの僕は知らないよ。ほんでお前こいつ1ターン目からお前ジロクできひんやんけ、お前ヒダメージアップなんやねんこいつ、終わっとんな。あそうか、これゲーちゃんの意味ないわこれ影専用の火ダメージアップかと思ったらこれ違うんや。じゃあジジイでは、うん、ほんまに限定キャラがなんやねん限定キャラの流すたるよこれ。限定キャラって名乗ってんの、スマホゲーム的にも良くないやろあいつが。 SR キャラに負けてんねんもん限定キャラが、情けないで。こいつはこいつやっぱ強えな、普通に強えわ。見てもらいまして、はいの、まあこのうーわきっついダメージダメージきつ、
そんなダメージ入る？いっそやん。楽しくなっていきまして、これそうか、ゆうきさんで必殺たまらんわ。ギリギリたまる、これたまるかな、どう。あーギリたまらんか。五条先生はたまる。これちょっとダメージどんなもんか見てみるか、どんだけ入るか。ほいの、はい、これ4ターン目でしょ。4ターン目の五条先生いかほどかという状況で、これ勝てへんかな、ワンちゃん。43回層4ターンで無理か。ゆうきさんおらんから無理か、これ。あ、行ってもうた行ってもうたやん。あ、そう、ゆうきさんなしでも飛ばせるんや。皆さん43回層、これも貼っといて。40回層と43回層貼っといてくれ、僕おるから。マジかよ。じゃあこうなったらこの44もいけるな、多分。どうやろう。で、パーティー的にこの結城さんのところは、この結城さんのところ、この結城さんのところ、これでいいか。これで、ちょっともう一発やってみようかな。ただここは、雑魚が多いから結城さんに攻撃いったらちょっとやばそうなんですが、ね、暗闇でしょ？暗闇は単体だけなんで、GG は関係ございません。全体なんで任しとけ。ただ、あ、そうか、こいつブレイク中に殴らなあかんやつやったっけ、こいつって。あ、そうっぽいブレイク中に殴らない意味ないパターンのやつこれ。あ、絶対、あ、絶対そうやなブレイク中に殴らなダメージ通らへんパターンのやつこいつ。その可能性しかないな、これ。マジかよ。それはちょっと聞いてへんな、それ聞いてへんわ。回避、これちょっと聞いてへんで。ほんで毒痛すぎる。まあできることはやりましょうか、できることはやりましょう。はい、ゆうきさんでバフ積んで、ちょっと GG 死ぬけども、まあダメ減 90% の上からどう掘り込めるかっていうのをちょっと見ましょうかね。それやったらせっかくなんで、はい、とこれでどんだけダメージ飛ばせるかっていうお話ではあるんですけども、これブレイクせえへんかったらあかんのか、きついね。はい、どんだけブチーン。あー、でもめっちゃ削れる。意外に削り方アホやん。で、見てもらいまして、この見てもらうどんだけ入る？あ、6ターンクリアか。6ターンクリアはちょっと情けなくない？ 6 ターンクリアはやってる人いそうやな。5ターンクリアワンチャンできそうな感じした。さっきのジジイが死なへんかったら。6ターンクリアはどうですか？12ターン、21、7、6。あ、やっぱ6やってる人いるか。6やってる人、5はおらんか。じゃあ僕5行こう。これは5行かなあかんわ。これはそうやな、ジジイ、これ全員生きたら多分5行けるわ。全員生きたら5行ける。ちょっとまたこの44で今日は終わるか。時間がここまでかかると思わへんかった。で、また後日やりますわ。第2弾なお刻もうキャンペーン第2弾やりますわ。今日は40、43、44、これに名を刻めたら僕は本望ですわ。ちょっと皆さん、今日1日貼っといて、この3個、僕がいたらぜひにコメントお願いしたいわ。これ全員生きてほしいな。五条先生に集中してくれへんかな、攻撃頼む。この毒、おい、OK、この毒が痛かった、いっちゃん。ほんで、ここは結城さんが死ぬ分には問題ない。結城さん死ぬ分には問題ないから、マジで五条先生と結城さんに集中してくれ。攻撃頼む頼む。神、よし、
うっしー、これいったんちゃう、どうこれ。これでどんだけ削れるかにもよるんですけども、これいったぞ。どうやろ、クリティカル出たらワンチャン倒せるかなっていうぐらいか。プチーン、おお、これはクリティカル出ても飛ばせへんかったな。ただこれいったやろ、これ見ててごらんで無理かな、無理か。回避とかいうゴミ、回避とかいうゴミ回避とかいうゴミやん、それは知らんわ、それ知らん、回避とかいうゴミ知らんて。マジかよ、回避とかいうゴミ、回避とかいうゴミ入んの、マジかよ。じゃあどうしよう、じゃあどうすんのが正解や、これ、これじゃあ何が正解や。もう一旦早く必殺発動せなあかんわ、五条先生じゃないとあかん。無理じゃないそれはさすがに無理じゃない、これか、これで。でもこうなったら火ダメージアップも全然詰めてへんねん、さすがに5ターンは無理やったか。夢の見すぎか、これが。ほんで結城さんと共に連携打つっていうムーブしかないなこれ。発動はできるけども火ダメージアップも全然詰めてへんなこれは。うーわ、回避が、回避がちょっとやかましかったな、回避のタイミング。これ結城さんに攻撃いってくれ、結城さんに。あー全体かよかった。これちょっと、これそうか、こんなことなってまうもん、だってだってこんなことなってまうもん、これブレイクすら無理ちゃう。ブレイクはいったか、ブレイクはいったけど、こっから2ターンで削り切らなあかんねん。相手の HP 確か900万やろ、700万を通常攻撃で削らなあかんねん、絶対無理やん。何が何でも、ほんで塾長死んだし、さすがに無理かこれは。ポチョン、あっ、いけそう、ちょっと待ってくれ、なんかいけそう、いけそう、今の塾長しなへんかったらいけたか、ワンチャン。てかここもジジイじゃなくてナナミンの方が良くないか、コウの方が良くない、ナナミンとジジイやったらどっちの方がいいんやろ、わからへん。火ダメージアップ積んだ方がええんか、わからへんねんな、ちょっとまたこれ検証せなあかんわ。火ダメージアップと与えるダメージアップ、術式対術アップは優先的に何から積んでいったらダメージ伸びるんか、これまだわからへんねん、このゲームのこのダメージ計算結構難しいから。ほんで毒が塾長に飛んでいったんで、これちょっとやばそうな感じしてんねんけど、まあこれでダメージがどこまで変わるかやな。ただここの必殺のダメージはナナミンの方が出る、ナナミンの方がバフなんで先に発動できるんで、これはこれでもう発動してもうて、はいの、これでどんだけ入るか、さっき280万ぐらいやったんで、はい、重くそ掘り込んで、ダメージは260万。やっぱり火ダメージアップの方がダメージ伸びてんぞこれ、やっぱ火ダメージアップの方がええんか、わからねえな、わからねえわ、わからねえ、非常にわからねえ。ただこの見てもらうでどんだけ入るか、見てもらいまして
ポチョン。あー弱これは弱いわ、これ弱いですね、これは弱い、これジジイやな、これジジイの方が圧倒的にええわ。なのでここジジイにして、はい頑張ります。まあこれ以外にやり方はもうないんですよね。ほんでジジイのところはこの階層でいいと思うね。うん、多分なんですけどね、多分これでいいと思うね、ジジイの階層は。これクリティカルとかの運ゲーやな、クリティカルとか出たらかなりダメージ伸びると思うんですけども、まあ、とりあえず全員生存。ここの毒、あジジイに行った。この毒3000が3回入るやろ確か。これちょっとやばいか。この攻撃が五条先生か結城さんに集中してくれへんかったら、あーいい、全然いい、あーいい、素晴らしい素晴らしい、ジジイに行かへんだけマシ。というわけで、あーここ掘り込む意味ないな。はい、とここでクリティカル入ったらでかいねんけど、クリティカル入って300万超えてくれたらでかいんですが、どうでしょうか。はい、ポチョーン、260万、さっきはクリティカル出たんか、クリティカル出てさっきの値位置やったってことかな。なるほど。こっからどうするかっていうお話なんですけども、はい、見てもらいまして、ここのダメージどんだけ入る、見てもらうムーブどう、ポチョン、おっと、これはワンチャンか、これワンチャンか、これどうやろ。五条先生のバフ切れてんねんけど、これどう、あクリティカルクリティカル出たらいけた、あと21万なんかクリティカルでくー、これいけますわ、これいける、これいけるわ、これちょっと皆さんマジで張ってくれ。44階層、これクリティカル出たらいけるわ、5ターンクリア、いけるいける。まあ、ここの周期はもう全然ええな、ジジイが早く発動できたらな、これいいんですけども。はい、のもしくは結城さんこのターン中に発動みたいなんもできたらいいんですが、まあさすがにそりゃ無理なんでね。おいの結城さんマジでこのターン中に発動できたらな、はそれはないわ、それはない、さすがになさすぎる行為やわそれは。これ補正的には32、31、こうやな、こうにしても多分五条先生はたまるわ。はい、のいやー結城さんがもう一旦早く発動できたらな、昇華一新の上位互換とかが頂上したら多分ここ4ターンクリアできますね。はい、楽しくなっていきまして、足りひんな、やっぱり900でも一旦ではたまらへんか。ジジイに行った。これ全員結城さんに攻撃飛んでいったらワンチャンたまんのかな、このターン中に。あやばい、五条先生五条先生こっちにしたらたまらへんのかい、なんやねん、たまると思ってた僕。そうなんですか、じゃあ飽きませんね。てかジジイの階層このまんまでいいよな、さすがに永続与えるダメージ 10% アップなんで。これこれより普通に違う階層の方がええんかな、ちょっと待ってや、これこれ20% 一ターンと 10% 永続なんですけども、これこカモの方がええか、
かも。 25% 2ターン、 25% 2ターンの方がええか、さすがに。こっちだから一番最後の、通常攻撃にはバフ乗らないんですけども、やっぱり必殺を伸ばした方がいいんで、やっぱりこうするか。 OK。 というかさ、これやったら余裕か。カモにしといたらよかったっていうオチ、そういうの、それはちょっと浮かばれへんで僕、ここまでの努力が。ほんでこれ放り込んで、はいの、はいでしょ。あ、そうか、このターン中に、そうか、ジジイ階層発動できひんから、これ意味ないんか。じゃったらもう絶対にカモの方が良かったやん。絶対にカモの方が良かった、これ 100% そうやわ。ほんで OKOK、 いいダメージ、なかなかいいダメージが入っている、素晴らしい状況で。そんで、あ、マックスブレイク、塾長生きるよな、金も。やっぱ最初の毒味方に行ったらあかんな、これ。ほんでこれ必殺に乗りたいんで、火力、これちょっと待ってや、これこうの、あー、あかんわ。うん、何が何でもこうしかあかんな。いやー難しいで。ただこの先に待ってるんはファンパレ泣きざみなんで、泣きざみが残ってるんやったらそりゃやらなあかんやろ。まあもうムーブは一緒やねん全部、だから運ゲーやねん。もう僕がどうこうできる問題じゃない、これは。僕の運は実力のうちということわざあります。あ、五条先生に行った。あ、これは確実に行ったと思う、多分これ確定事項、これ多分うん行ったな、絶対生きる、全員死ぬことない 100%。 おー、しかも五条、あ、これ絶対行ったわ。オッケーオッケー。というわけで、運も実力のうち大好きなんで、これ引き寄せたんですけども、こっからは、あ、まだ運あるわ、まだクリティカルやわ。クリティカルをこっから引きまくったらいける。ボス引いてくれ、クリティカル引かないか。263番安定して、まあ今全然いい。300万乗ったらないんですけども、こっからクリティカルが出るかどうかやね。いやー出てくれ、頼むから。なんで回避なん、なんで回避、金も、なんで回避、こいつの回避ってランダム発動なん、なんで今回避ついてた、あれなんでや、意味わからへん。今の回避どういうこと、あの回避ってランダム、そんなことないやろ、バグがどういうこと、まあええわ。とりあえず、あ、回避初ターンで回避してくれへんかったらあかんのか、でこのターンでも回避されたらあかんのか、回避2ターンなんで、だからいくら必殺で崩したとて意味ないわ、だからここで回避すんな。オッケーオッケーオッケー、引いた、行きました。はい、正真正銘の勝負こっからですわ。こっからマジで必殺でクリティカル出て300万乗ったら一番でかいねん、安心できんねん、それだけで。乗らんか、雑魚にクリティカル入ってもうた、貴重なクリティカルをここで使いやがって。乱数も下振れてるわ、290乗ってへん、やっべ。こっからカモ発動して、この見てもらうでクリティカル1回でも出たら多分乗んねん、頼むわ。350万、めっちゃ入った、どうや、ここでクリティカル出たら絶対にいける、頼む、クリティカル、
あマジで84,000 うわー、必殺下振れたからや。クソがよ、いや、クリティカル出てくれや。うわー、クリティカルゲーかー。マジでクリティカル乗ったら、いえ、これで惜しいねー。いや、クリティカル出てくれたら頼むわ、ほんまに出てくれ、僕の運よ、爆発してくれ、頼むわ。まずここで回避、素晴らしい。あー、ゆうきさんに行ってもうた。このターン生きれば何でもええねん。このターン誰も死なへんかったらもうそれでいい、それでいい。はい、のー、回避も発動せへん。オッケーオッケーオッケー。こっからはクリティカルゲーです。クリティカルが出るかどうか、出てくれ。マジでここでクリティカル出たらもうこっちのもんやねん。頼むわ、出えへんくても下振れだけはやめてくれ、頼む。どう、258万、下振れてますわ、重くそ下振れ。285万、下振れとんな。こっから1回でもクリティカルが出たら僕の勝ちが確定します。頼む、出てくれクリティカル、1回でも出たらええで。出ない、出ないか。ラスト頼む、マジで出てくれ、マジで出てくれ、頼むわ。しゃあ最後の最後で出てくれた、ありがたき幸せ。これはちょっと皆さん40、43、44貼ってくれ、僕がいるから。